君の脳に直接届く妄想のプライムデッサン鳴神学園七不思議、続きをやっていきましょう。というわけで、めっちゃ最後です。あいつお前に作り方教えていったかっていうしげじいのね、状態から来てるんですけど、もう本当に最後の最後ですね。もうさっきっていうか前回の警察官にもう何でもありませんって言って、いろいろ進んでって、カズさんもいなくなって、って感じですね。はい。で、一番最初にやった選択肢は確かね、このあの焼肉気になってこれにしたんですけど、これもこの他のね、2つの選択肢を選んでも、また違うエンディングに行くとなってます。で、さらにその先でも分岐がどうやらあるみたいなんですけど、今回やっていくのは、これですね。明日教えてもらう予定でした。これを選んでいきます。いえ、明日教えてもらう予定でした。それを聞いて、しげじいは残念そうに大きく舌打ちしました。ああ、なんてタイミングの悪い野郎なんだ、あいつはよ。本当に知らねえんだな、お前はよ。探るような目で見られましたが、知らないものは知りません。おそらく嘘をついても、しげじいならば簡単に見破ってしまったでしょう。カズさんがいなくなっても牧場は何も変わりませんでした。誰もがいつも通り普通に毎日を送りました。それは最初からカズさんなんていなかったような振る舞いに思えました。おそらく昔から誰かがいなくなってもそういう態度で過ごすことが暗黙の了解になっていたのでしょう。次の日から第一厩舎にはカズさんの穴埋めにクレさんがやってきました。クレさんは最初こそカズさんが突然いなくなったことにブツブツ文句を垂れていましたが、すぐに機嫌を直し、一人で聞いたこともない歌を歌いながら自分のペースで作業を進めていきました。また僕は草刈りに戻されました。誰かが定期的にやらないとならない作業なので、他に何もできない僕がするしかないのです。カズさんのいなくなった牧場での生活は、本当に味気なく、時間が止まったようなものでした。そして土曜日、僕が明日帰るということで、ゲンさんたちはカニタの港町で、ささやかなお別れ会を開いてくれました。と言っても、いつもの外食と何ら変わりはありませんでしたが、おそらくお別れ会などというものはしたことがないのでしょう。きっと誰もが突然やってきて、突然いなくなるのです。だからお別れ会というものをみんなはやりたかったのかもしれません。その日はいつもより少しだけ遅くまでみんなで騒ぎました。でも大体みんないなくなっちゃうっていうことで、新井さんすごい忍耐力で頑張ったってことですね。部屋に帰り、僕は荷物をまとめました。明日の朝、中小国駅に行かないと、その日のうちに家に帰るのが難しくなります。部屋を片付け荷物をまとめていると、一冊の雑誌が目に留まりました。そうです。カズさんがいつも読んでいた週刊誌です。そして、カズさんが僕にくれた雑誌です。その週刊誌を手に取ると、すぐにあるページが開かれました。それはいつもカズさんが開いていたページでした。おそらく、そのページを開きすぎて癖がついてしまっていたのでしょう。そのページは、両親をトリカブトの毒で毒殺した浪人生の記事でした。名門の私立校に通い、勉強はいつも学年トップ、太宰治を愛読書にしていた前途有望な若者が受験に失敗し、四浪した末に凶行に及んだ心理を、児童心理学者が分析している記事でした。母さんはおそらく何度も何度もこの記事を読んだのでしょう。僕はその記事を読んで思いを改めました。この記事を書いた児童心理学者は、母さんの気持ちを理解していない。カズさんがこのページをいつも開いていたのは、この記事を読むためではなく、両親の写真を見るためなのだ。そう確信しました。そして、その記事の片隅に、一つの電話番号と走り書きを見つけました。新井くん、恥の多い生涯を送ってくれ、カズ。そして、その下に書かれた電話番号は、おそらくカズさんが次に行く場所の連絡先なのでしょう。僕は、その週刊誌を荷物の一番上に押し込みました。次の日、僕は朝食を終えると、しげじいに封筒を渡されました。少し多めに入ってるからよ。お前は根性のあるやつだ。いつでもまた働きに来い。来るものは拒まず、去るものは追わずだ。でも絶対嫌だよね。もうなんとかも最後だから耐えたけど、絶対来ないよね、もうね。そして、クレさんに中小国駅まで送ってもらいました。特に見送りはいませんでした。みんな仕事が忙しいのです。ただ食堂を切り盛りしていたおばちゃんたちが涙を流して別れを惜しんでくれました。そして、僕の高校1年生の夏休みは終わったのです。おー、帰れた、普通に。いかがでしたか？僕の話は。あなたを満足させることができましたか？カズさんですか？あの電話番号を調べたところ、行き先は広島のようでした。カズさん、なぜ携帯の番号ではなく行く場所の連絡先を教えてきたのでしょうか。僕はまだ連絡を取っていません。ええ、連絡を取るつもりもありません。あなたなら連絡は取りますか？連絡するでしょう。ねえ。そうですか。あなたは連絡を取るような人間なのですね。意外でした。あなたも僕と同じタイプだと感じたものですから。でもあなたの気持ちは理解できます。そしておそらくはそれが普通の人間なのでしょう。だからカズさんから手紙が届いた時はとても驚きました。カズさんは絶対に僕に連絡をしてくるような人間とは思っていなかったので。彼が僕に連絡先を教えたのはあくまでも形だけだと思っていましたから。だから手紙を受け取って初めてカズさんの気づかなかった一面に触れられたとも言えます。僕がカズさんの気持ちを汲むのであれば、本来は手紙を読むべきではなかったのかもしれません。しかし僕は好奇心に負けました。カズさんとのわずか1ヶ月間の牧場生活をそのまま思い出として残しておくなら、僕はあの手紙を読むべきではなかったのかもしれません。でも読んでしまいましたから、もう時間を元に戻すことはできません。できれば、あの手紙が届く前に時間を戻せるなら戻したい。僕は今はそう思っています。そしてその先もそう思い続けて生きていくのでしょうね、僕は。そうそう、カズさんからの手紙。僕はいつも持ち歩いているんですよ。よければ聞いてもらえませんか、カズさんからの手紙を。おお。やあ、新井くん。この手紙を読んでくれてありがとう。今はもうすっかり寒くなってしまった。君と過ごしたあの牧場の心地よい涼風が懐かしい。君が僕に連絡をしてくるかと思って少し期待したのだが、やはり連絡はしてこなかったね。君らしいよ。今僕はとても寒い場所に来ている。凍てついた海風が僕を突き刺す。風が氷の刃となって、このまま僕を貫いてくれればどんなに楽だろうと思うよ。これは僕からの最初で最後の手紙だ。もう君に連絡を取ることもないし、君から連絡を受けることもない。君は僕が両親を殺し、その後も女子高生や主婦を毒牙にかけた恐ろしい連続殺人鬼だということはすでに知ってるだろう。僕は自分で言うのも恥ずかしいが、真面目で貧困旺盛な高校生だった。そう、今の新井君の年代の頃はね。ただ僕は自分の人生に対して疑問を感じたのもその頃だった。僕はとても恵まれた生活を送っていた。だから本当に両親に感謝している。しかし、両親は恵まれた環境を与えてくれると同時に、僕の人生を敷かれたレールの上を歩くように決めてしまった。もちろん、それが両親の優しさであり、最もいい人生を送るための手段であることは理解していた。いい大学に入り、いい勤め先を得て、そして、いい結婚をする。そして、いい子供に恵まれ、年を取り、つつがない老後を送る。それが両親の思い描く幸せであり、恵まれた人生なのだ。もっとも、そのような人生を送れるとすれば、人間として幸せに違いない。だがしかし、それが僕にとっての幸せであるか疑問に感じた時から、心のどこかで何かが少しずつ狂い始めたように思う。だからわざと大学受験に落ちた。本来なら僕は受験した全ての大学に受かっていたはずだ。今もあの時の答案の正しい回答が全て言えるほど鮮明に覚えている。僕は大学受験に落ちることで自分の人生を変えたかったのかもしれない。僕を大事に育ててくれた両親への初めてのささやかな抵抗のつもりだった。これで僕の人生が変わるかもしれない。投じた一石が緩やかな波紋となり、僕を別のレールに乗せてくれるかもしれない。しかし何も変わらなかった。おそらくは変わらないことは分かっていたはずだ。今となっては、最初から僕のした抵抗はただの悪あがきだったことがよくわかる。両親はとても悲しんだ。高校の先生も驚いたし、とても信じられないと残念があったよ。しかし最終的には慰められ、元気づけられ、来年頑張ろうとみんなが背中を押してくれた。結局何も変わらなかった。僕自身何かしたいというものがなかったからかもしれない。もし何をしたいのか見つけていれば、僕は別の道を自ら歩いていたのかもしれない。ただ、その時の僕は勉強すること以外知らなかったし、趣味と言える読書も僕の人生における数少ない息抜きであり、それ以上のものではなかったように思える。翌年も、僕は大学にわざと落ちた。周りが僕に期待をしてくれたのはそこまでだった。さすがに二浪もすると、期待の眼差しは、すさんだ諦めの目線へと変わる。下げすんだか。こいつは頭が悪いのではない。ただ本番に弱い。勝負どころで力を発揮できない奴だとそういう烙印を押されるわけだ。ただ母さんだけは違った。陰ひなたなく僕を励まし、応援してくれた。しかし僕の心は変わらなかった。僕は自分の人生に意味を見出せないまま、次の受験も落ちてしまった。そして父さんは、裏金を使うことで、僕をどこかの大学に入れることを決断した。本来ならばそういう選択は選べない一流の大学に入るはずだったのに、金さえ積めば入学できる大学に僕を入れようとした。もはやそこには最低限の世間体を守り、見栄を張ることしかなかった。すでに三浪もしている息子を持っているという事実に、見栄も世間体もないものだと思ったが、それでも父さんは僕を愛してくれた。自慢の息子の不甲斐なさに、なんとか終止符を打ちたかったのだろう。そんな父さんの行為に母さんは猛反対した。今にして思えば、僕が自分で自分の人生を決める意思を持っていれば、こんな人生は送っていなかったのかもしれない。僕は実力で大学に受かるはずだと信じて譲らなかった母さんの思いにさえ、報いてあげることはできなかったのだから。4度目の大学受験。父さんは母さんの反対を押し切って、僕に三流の大学を受けさせた。しかし僕は試験当日、その大学を受けなかった。受けなければ合格するわけもない。父さんはショックのあまり何も言わなくなった。母さんはそんな三流大学の三流大学に行きたくないのだから、大学を受けなかったのは当たり前だと僕をかばった。それから父さんはほとんど家に帰らなくなった。外で女を作ったのかもしれない。それとも、こんな家では家族ではないと見限ったのかもしれない。父さんは週に一度、家に顔を見せる程度になり、やがて月に一度顔を出す程度になり、しまいには生活費だけが送られてくるようになった。母さんは独り言が多くなった。うわ、なんか、すごい嫌だな。いつも遠い目で何かを歌っていた。そんなある日、僕が自室にいると、今から久しぶりに母さんの上機嫌な声が聞こえてきた。珍しく父さんが一緒に食事をするから降りてらっしゃいと声がかかる。あ、ふわ。僕が台所に顔を見せると、そこにはだらしなく目を見開いて、テーブルに並べられた料理皿の一つに、顔をうずめて動かなくなった父さんがいた。そんな父さんを見て、母さんは笑っていた。これは家族で囲む最後の食卓だと母さんは言い、美味しそうにワインを一口飲んで、父さんと同じように皿に顔をうずめると、息をしなくなった。僕の目の前で母さんは死んだ。僕が父さんと母さんを殺したも同然だ。僕は自分が父さんと母さんに毒を飲ませたことを書いて、そのメモをワイングラスにそっと挟んだ。その夜は、僕は本当に久しぶりに家族3人の最後の食卓を囲んだ。何も答えなくなってしまった両親に、自分がしたことを謝罪した。自分の人生に意味を見出せないこと、わざと受験に押し続けたこと、未だに何をしていいのかわからないこと、生きることに意味を見出せないこと、そんなことをただひたすら言い訳のように僕は話した。僕は泣いていた。もし2人が生きている時に本心を話せていたら、何かが変わっていたのかもしれない。いや、話しても何も変わらなかったかもしれない。それでも、自らが取るべき行動を取らなかったことに対して、僕は後悔するべきなのか考えた。結論は見出せなかった。ただ、死んだ両親を前にして、本心を吐露できたのは意外と簡単なことだった。ただ涙の理由が自分にはわからなかった。一晩考えたが、自分を納得させる理由は見つからず、家を出ることにした。それからの僕は、両親を毒殺した殺人犯としての人生を歩んだ。なぜ僕が両親を殺害したことにしたのか、その理由ははっきりとわかる。僕は両親を愛していたのだ。両親が僕を愛してくれたように、僕もまた同じくらいの愛情を持っていた。そんな両親が僕のせいで死んでしまったことが許せなかった。だから本来ならば僕が殺したのだから、そのようにするのが自然だと思った。事実、二人を殺したのは僕だと今も思っている。思い続けている。後悔はない。その後、出会った人々の中には僕が両親を毒殺した殺人犯だと知ると、一緒に死んでほしいとか、殺してほしいとかいう者がいた。不思議なもので、僕を警察に差し出すことよりも殺してほしいと懇願され、そういうものなのかと不思議と納得できた。僕は自分を死神だと思う。自らの意思とは関係なく、死の方から寄り添ってくる。そんな恥ずかしい人生をこれからも生き続けていくのかと思うと、最近は胸が苦しくなる。新井君、僕は自ら命を絶つために北の海にやってきた。実を言うと、この岬は僕が大学に受かったら家族3人で来ようと約束した場所だった。父さんは海外でいいんだぞと笑っていたけれど、僕はこの岬しか思い浮かばなかった。どうしてだろう。自分でも理由がわからない。この地にやってくればその理由がわかるかもしれないと思ってやってきたものの、やはりその理由がわからない。死ねば、その瞬間に理由がわかるのだろうか。荒井くん、最後にこれだけは聞いてほしい。たとえ恥の多い人生を送っても、生き続けてほしい。僕が言うのもおかしな話だが、死んではダメだ。さようなら。カズより。なるほど、そういうことか。この手紙、何度も読みました。読んで後悔しました。果たしてカズさんは本当のことを言っているのでしょうか。カズさんはとても頭のいい方だと信じています。そんなカズさんだからこそ、このような遺書とも取れる独白を残して、本当に死んでしまうものなのでしょうか。この手紙を僕が警察に届ければ何かが変わるのでしょうか。それとも、カズさんはそれが本当の狙いなのでしょうか。僕はカズさんの思いを、そしてこの手紙の内容を信じたくはありません。僕は自分の目で見たことしか真実とは思いたくありませんから。坂上くんはどう思いますか。これで僕の話は終わります。なるほど、カズさんからの手紙。いや、また全然知らないカズさんを知ることができましたね。面白かったけど、すごい悲しい話でしたね。はい。というわけで、一応ね、これで荒井さんの話は終わりにしたいと思います。実は一番最初のね、選択肢ね、明日教えてもらう予定でした以外に、はい、大体わかりますっていうところもあったんですけど、まあ、ちょっとそれはね、今回はやらずに、まあ、買った方がいたらぜひね、遊んでみてください。多分違う感じになると思うんですけど。はい。というわけで次、いよいよね、荒井さんから進んでいきます。でもただ、あれなんですよね、荒井さんの話、もうこの牧場の話以外にも、もちろんたくさんあって、それもそれぞれ分岐があるんで、えみぐい村とか、そこら辺も気になるんですけどね。はい。というわけでまた次回お会いしましょう。プライムでした。バイバイ。